どうも、なにわ男子でーす。はい、今日はですね、ソフトバンクさんのメタバースの中になにわ男子ハウスができるというのは皆さん知っていますよね。もちろん、はい、はい、そのなにわ男子ハウスにはですね、僕たちの化身がいます。決心のアバターが僕たちがいるんですけども、本日はそのアバターをみんなで見ていこうと。よいしょよいしょ、いいやん、すげえ、ありがとうございます。ちょっとドキドキするね。ドキドキしますよね。題して、はじめましてアバター男子。アバター男子、はじめまして。どういったアバターになってるのかっていうの、僕らはまだね、初めてまだ見ますから、うん、変身するシーンとかありましたけど、うん、どうなってんだろうなっていうのが楽しみですけども、ではまず弟組4人のアバターを見ていきましょうか。なんかミッチー、キョウヘイ、ケンとリュウセ、はい、この4人のアバターを見ていきたいと思います。はい、こちら。おー、すげえ、待って、めっちゃかっこよくない？うん、かっこいい、すごい。しかもちょっとこう、リアルやね。リアルやね、リアルっぽい。え、めっちゃ似てるやん。エリアスだと思ったの。すごい、かわいい。まず、恭平から見ていきましょうか。いや、かっこいい、ね、髪型とかもこう表現されてるし、これちょっとやっぱ、ちょっと本数内側にするの再現すると。今ここですね、今。そうだね。うわ、いつも言ってんもんな、メイクさんに。そう、ちょっとだけ内側にしてんねんか。一人一人全然違う。なんで知ってんやろ。流星、目大きい、大きいなぁ。まつげもさ、めっちゃ再現されてた。量が多いのよ、そう。うまや、すげえな、すごリアル。続いてミッチー。ミッチーすごいな、イケメンやな、イケメンやな、かっこええわ、かっこええな、かっこええな、おしゃれ。なんか襟足もすごい再現してくれて、めっちゃかっこええやん、かっこええな。いいな、一人一人が輪郭とかも全然違うし、鼻の形も違うし、ほんまやな、すごい。そしてケント、はい、けどあの顎のほくろも再現されてるね。すげー、すげー、再現度高っ、高いね、すげー。こういう感じか。大げさやけど、免許証とかこれにしててもいい。大げさ、あれ大げさやな、大げさすぎる。ちょっとなんか新時代でいいよ。これでなんか名刺とか作りたい。いいね、いい、ちょい涙袋もあるやん、ちゃんと。ほんまや、影とか使って。ほんまや、すごいやん、すごいな、かわいい。これはありがとうございます。すげえ、これかっこええ。さあ、それでは続いて、うん、お兄ちゃん組3人のアバターを見ていきましょうか。ハッスン、ジョー君、はい、私、西畑、うん、の3人見ていきましょう。こちら。おお、でも似てるわ、すごいよ、似てる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 、めっちゃ似てる、ちょっとさ、テンション上がった時に赤ら顔になる感じとかもさ、ちょっと赤みがさ、って似てるわ、めっちゃ似てる、赤い感じも可愛い。ダイゴくん、色白、白いな、色白やな、口とか似てるもん、似てる似てる、こういうね、すごいね、嬉しいな、これジョーク一番目でかいな、やっぱすごいわ、めちゃめちゃ美な、クリックリやな、すげえな、似てる、めっちゃ似てる、これ似てるな、すぐ分かるもん、名前伏せても分かる、分かる分かる分かる、これ大げさに、大げさやけど、パスポートとかに行けて、いや、一緒なのよ、証明写真、だから証明写真と一緒に、その大げさシリーズやめて、大げさシリーズ、このお兄ちゃん組3人もなにわ男子ハウスにはいますから。わあ、すごいな、ほんまに。すごい、すごい。ちゃんと再現してる。ちゃんとな、ほくろもな、あんの分かってるし。え、今気づいたけど、大橋くんとジョーク同じ位置にほくろあんの。え、お前、若干俺の方が、俺の方が若干。え、嘘、でも俺の方が上。え、お前下やからな。いいや、別に下も上も。アバターで知った。でも、アバ、確かに。ちょっと下になっても、俺も。若干俺の方が上やからな。お前下やから。いや、別に、なんかあんねん。そんなマウント取るんだよ。皆さん、いかがでしたか。いや、もうめちゃくちゃテンション上がった。うん、嬉しいね。ちょっとテンション上がる。再現度すごいね。すごい、可愛らしいし、似てるし、早くなんか動いてる姿、早く見たい。そうやね、どういった感じで。ジョー君めっちゃ喋りたそうな顔してる。なんか今にも口開けたそうな顔してるし、口の感じとかそっくりやん。似てる、似てるわ、似てるわ。いや、なんか面白いな、もう。なんかこのアバターたちが踊ってくれたりとかする見たいな。そうね、俺らもちょっと早く見たいですけども。さあ、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。すげえよ、これは嬉しいわ。この子たちが踊ったりとか動いたりしているところをそのなにわ男子ハウスでは見ていただけますので、すごい、早く見たい、俺らも。なあ、これはちょっと楽しみですけどもですね、まあ今年はですね、このメタバース空間で超接近しちゃおうと思います。はい、ということで皆さん、お楽しみに。お楽しみに。
ということで、以上なにわ男子でした。